だ慣れてないことがいっぱいありますが、その2つについて話したいと思います。どうしても慣れないのは1つ、優雅で座るできない。何回もやっても腰が痛いしダメ。ケイさんみたいな形で座ってもう食べれない。それはまさに全然慣れない慣れない。で、その2つはラーメンを食べるとなんかシッシッって音がするでしょ。それも慣れない。別の人その音がやると嫌だと思うし、私もやりたくてもできない。すごくすごく暑いので、みんなはあこれやってって言ってもできない。ただその2つは慣れてない。全然別に嫌だと思わないけど慣れてないことはいっぱいあるけど、今日はこの2つだけです。面白いと思ったら登録チャンネルと高評価よろしく。